アのノモリノブは、プロテスタント源流の一つ、横浜バンドのメンバー。伝道者、宣教師の通訳として活躍した人物で、英語教育者としても活躍した。晩年の小泉役物親しい友人としても知られる。1858年、福井藩市である松原重郎の次男として生まれた。1871年に、福井藩藩校である、藩校名神館に入学した。 この年の1871年3月、藩主、松平春学の招きで、W.E. グリフィスが科学と物理の教師として、赴任してきた。1873年廃藩知見により、福井藩が消滅すると、雨の森は横浜で、アメリカ・オランダ改革派協会宣教師、S.R. ブラウンの私塾ブラウン塾で英学を学んだ。明神館が中学になり、 グリフィスの後輩である MNY コフがグリフィスの後任として赴任したのでアメノモリは Y コフの通訳として呼び戻された。1873年にノブナリは元福井藩がガアメノモリ家の婿養子となった。MNY コフが新潟英語学校に移動したためこれに同行するその後新潟で選挙活動と医療活動をしていたエディンバラ医療選挙会の t.a. パームの通訳権助手になった。新潟でパームの助手をしているとき、現地人の迫害で説教中に拉致される事件があった。この事件で頭痛に悩まされることになり、3ヶ月でブラウン塾に戻った。アメノモリの後任には、押川マッサイオ氏が志願した。1875年キリスト教徒になったことが原因でアメノモリ家から離縁された。信成は離婚後も、 アメノモリセを名乗り、メアリー・キダーの女学校の教師となる。1877年には、築地の東京一期新学校の第一期生になった。1881年、ワイコフの先、志学校の教師となる。後に、米国に留学して、諸外国を放浪した後、西欧のキリスト教文明に失望し、キリスト教を帰教することになる。晩年は、 小泉役の親友として多くの影響を与えた。1903年には横浜グランドホテル内でクリーニング業を営んだ。大西春樹2003年307から309ページ。ありがとうございます。